よかった。やっぱりここにいたのか。もう少し後の方が良かったか。気にしないで、どうぞお座りください。私は純血のルサールカじゃありません。ご覧の通り、こうやってたまに水の中に入って海からインスピレーションと養分をもらうんです。こんにちは、ビラ同士。お久しぶりです、スビスティ同士。一日中鉱山区域で忙しくしているようですね。より多くの作業員がレイラ音楽を認めてくれたとか。いろいろと助けてもらった。彼らがいなかったらライア式の環境研究はこんなに順調に進まなかったよ。レイラ音楽はここで生まれ変わった。芽が生えたんだ。外部からも認可を受けることができた。この町に来てよかったと思う。スビスティ同士も恥ずかしがる時があるんですね。意外です。からかってはいませんよ、スビスティ同士。あなたは見た目ほど怖いもの知らずじゃありませんよね。それは人々が団結する理由でもあります。私たちは不足を補い合って、ごめんなさい、教師の癖が。ああ、認めるよ。おかしいことじゃない。君だって見た目ほど優しくはないだろ。お愛子だ。別れを言いに来た。計算科学研究センターのヨーロッパ支部が行う講演会に招待されたんだ。ライア式をケースにレイラ音楽がどうやってアルカナムと環境分析学を融合させたのか紹介してほしいと。いいスタートになりそうですね。最近のライア式はどうだ。観光客が増えました。みんな情熱的で、他の場所とは違うものを見たいと思ってくるそうです。きっと望み通りのものを得られるだろうな。それに周辺のたくさんの町と提携を結びました。提携先には財団もあるんですよ。彼らは子供たちに簡単なアルカナムの短期研修をしたいと申し出てくれました。これは、開けてみてください。財団からです。ミスターネイムデーから財団で商談をしたいと招待されました。子供たちもそこで私のことを待っています。子供たちは財団で勉強している時もずっとあなたのことを話しているんですよ。レイラ音楽のテスト見逃しちゃったかしら。ここには奇妙なものがいっぱい。噛んでくるコイン、おしゃべりな炭のボール、虹を捕まえるガラスペン、他にもたくさん面白いものがあるよ。アルカナムのスペルをたくさん習ったよ。町のみんなに会いたい。うん、アリオンカ同士、ブリノイ同士、ドルージマ同士に会いたいや。数ヶ月後には家に帰れるぞ。一番強いアルカナムを習って町の安全を守ってみせる。僕たちもウミツバメになれるね。飛んで飛んで遠くに飛んでいくの。
本日、カスリンスカ医科大学附属病院は、希少疾患の患者を受け入れました。該当患者の血管は、不可逆の伝染化特徴を示していたそうです。また、18時の時点で、該当患者の全身の動脈、静脈、および毛細血管組織の壊死が確認されました。カスリンスカ病院長は、より多くの専門医に診察してもらった上で、今後の研究を検討すると述べています。世界新規ポストは、伝染人間症状は新たな未解決ミステリーになると明言しました。同時に、該当伝染人間の血管構造を他の電子機器に活用できないか分析するため、コラムイベントを行うと発表しました。報道を続けます。近日、空飛ぶ絨毯旅行者はロマンチックな北欧ツアーを発売すると発表しました。ロマンチックなオーロラ、モフモフしたキキトゥクたちとの親密な触れ合い、雪原を舞う空飛ぶ絨毯のレース。最後に、謎に満ちた街、ライア式に向かいます。豊富な炭鉱があるライア式は北極圏で最も暖かい場所です。そこでは金銭で支払う代わりに、できる限りの労働で支払いましょう。もちろん強制ではありません。ですが、新しい理想の生活を垣間見るためにも、ぜひお試しください。きっとその期待を裏切りませんよ。ウッドゥの読者の皆さん、いかがですか？あの街は灰色の凍土にはめられた貴重な宝石であり、鮮やかな赤い旗です。未来はより鮮やかになるかもしれません。過去数年間、住民たちは他とは違うものを作り出そうと頑張っていました。長い戦いです。やがて彼らは歴史の一部ではなくなり、静かに忘れ去られる存在ではなくなったのです。皆さんにはあの町の現在と未来を見届けてほしいと思いました。よってこの町の物語を書き留めました。この歳月があなたの心に残りますように。灰色の特性変異か。これが調査させる理由か。この町は何かがおかしい。ライア式は北極圏の小島にある町です。静かで風騒もなく、鉱石を売って60年以上発展してきました。鉱山が枯れた。鉱石がなければゼノミリタリーの援助を失う。皆さん、町から撤退を。
ライア式の地脈図を描いた。ここに新たな資源があるかもしれない。すごい。新しい石が生えてくるの？新たな道を示してくれた。これは最後の希望です。私たちの理想が砕けないように、同胞と分断されないように、この土地と未来のために。どうしよう、行こう。